はいどうも、えーミズニンです。えー、今日は、えー、いじり系 YouTuber と名乗ってるくせに、やり返されそうな人は絶対ネタにしない、よりひとくんと、ユリニアの間で起こってる喧嘩について、えー、解説と、えー、感想を述べていきます。まあ、ことの発端は、ユリニアが、ミンギュとまだこう、結婚していた頃、付き合いがあったよリヒトくんがね、ネタと言い,い、ミンギュとね、ユリニアの性的なことを暴露し、煽ったことで、ユリニアが不快な思いをした。 で、それに対して、ユリニャが頼く君のツイッターをフォロー解除したことです。で、頼、え、く、ーまあ、君はね、ユリニャと民具の夫婦時代の頃から応援したにもかかわらず、裏切られたと主張している。で、一方、ユリニャはツイッターでそれに対してこう,こう反論しています。その時もやめてないよと。何回も配信で私の話題を出していたけど、我慢できる程度だったと。 頼君の仕事の内容が過激なのは理解してるけど、今回のはさすがに今までと違って限度が過ぎているよ、電話でやめてほしい、えー、直接言ったのを覚えてる、それで着物っちとの動画を出したでしょと、えー、挙句の果てに頼仁君がユリニャに対して容姿を批判したり、現在のユリニャの彼氏であるジョンファン君のことを貶としめるような内容だったがゆえに、フォローを解除したという会話があります。 で今もなおね、よりひとくんとゆりんや2人ともねこう、関係を修復することがなく、えー、水面下でバチバチとですね冷戦状態がこう続いていて、でゆりんやの、それこそファン、よりひとくんのファン、ゆりんやのアンチ、よりひとくんの囲いが、なんかあのいろいろね、みんな考察を述べていて、でまあ、ツイッター上で今でもいろんな、えーまあ、議論はされているさなかでございます。 でまあ、僕はね、まああの、このことについてどう思ったかっていうとまず、もうミンギュ、ね、ユリニャの元え夫のミンギュももういい加減こうユリニャネタはいいんじゃないのっていうふうに思う、まあ、正直ね、まあ、ミンギュ自身もユリニャと別れて自分一人でねあのミンギュのチャンネルをその運営していかなければならない、まあ、ユリミンチャンネル運営していかなければならないっていうのはそれ不安なのはわかるし でお金を稼がなきゃいけないのもわかる。でもさ、まあ、自分が過去を好きだった相手なわけでしょ。だから、その相手をね、今でもなんか、貶としめるようなことを言うってことは、自分が過去を好きだった女の子の価値を貶としめるってことは、自分が、自分の価値だって貶としめることに、俺は違いないとで思ってるんだよね。 でもちろんね、まあ、その頼く君に関しても、まあその性的な内容をその暴露することについて、これはね、俺は絶対にあのやっちゃいけないと思う。特に、もうそれ、人の、まあ、性癖だったりとか、人の、このなんだろうな、まあ服を着てこう隠されてる性の部分っていうのは、あのー 本当に良くないことだと思うし、そこに関しては俺はあのネタとしての一線をま超、あ、えてるんじゃないかなという風にまあ、思ってる。だからまあ今回だから僕はまあそのユリニアとね、まずよりひとくん、まあ、ここのところはものすごくなんか冷静でその見ていきたいとはやっぱり思ってるんだけど、こうよりひくんがその動画でこう出した。 でユリニアの,その性的なことをその暴露したりとか煽ったりとかそういう部分に関してははっきりと言って僕は不快な気持ちにしかならない。なんでかっていうと自分がされたら嫌だもんね。自分がされたら嫌。でしかもさまあそのミンギュ自身ももういい加減もうそのねあのユリニアともう別れてまあ、数ヶ月なわけじゃん。 でもう自分のなんかそのユリニアのことをいつまでもこうネタにするんではなくて、でもうそろそろなんかこう自分のカラーにシフトしていったら俺はいいと思うんだよね。でもちろんそのユリニアはユリニアで新しくそうジョンファン君っていうですねまあ、これもまたですねいい男性ですよとお付き合いをしてで新たなその人生を歩もうとしている。 で民竜が俺はね、ユリやに対して何をしたいかわからない。まあ多分俺の憶測上だと、まあ、お金を稼いだりとか、再生数稼いだり、あとは自分の、まあ、視聴者数を、ね、稼ぐそのプレッシャーに苛まれて、ユリやのことをネタにしたら、それこそ自分が普通に動画を出すよりも、再生数がバンって伸びるから出しちゃう。これはね、俺はね、間違ってると思うね。間違ってる。 いやもちろんさ、あ YouTube の視聴者の人たちは、まあ、ユリんやとミンギュの間でこう何があったのかっていうことであれば、まあ、それはそれでさ、あヤジうマ根性でいろいろ俺は見ると思うけれども、でもさ、まあ、それってやっぱり俺は長く続かないと思うんだよね。ヤジうマ根性で見てくれるファンの人って、やっぱりこう長い期間ね、自分の動画って俺見てくれないと思うわけよ。だからまあそのね、 あのそれこそね自分のファンだってねあの離れていくと思うしめめしい男としか映らないしもうやってることがガキみたいだからねだから今までのファンがどん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 いなくなってそういうやじう馬みたいなそのファンまあ視聴者が集まっていてじゃいざその自分が出したい自分が面白いと思うじゃあ動画をあげましたっていう時にさ で自分の,その思った通りの再生数であったりとかチャンネル登録者数のこう伸びとかがなくていつまでもずっとこうユリニアのことをネタとして引っ張らなければいけないで実際ね、まあ、これあのやっぱりやりすぎるとどういうリスクがあるかっていうと特にそのなんか法的なリスクっていうのが生まれてくるんだよねで例えばなんかそのユリニアとミンギュの間で まあちょっとこうなんか暴露合戦みたいなことはやるのはまだしもだけどでもそのユリニアが一方的にその不快に思ったで性的なことを暴露されたっていうところまでなってしまったらそれこそまあユリニア自身は民虚だったりとかヨリヒト君のことを訴えなければいけない段階もあると思うしで一方で まあその民義も民義で、俺はまだこうユリニアのことを訴えることができるんだ、法的措置訴えられるんだ、できるんだっていうネタももしかしたらあるかもしれないけど、一度そ,のそうなってしまうと、空いた溝っていうのがなかなかね、埋まることができない。実際だからこう僕自身もさ、裁判を起こしたりとかしたまあ過去も、これ誰に対してとは言わないけど、 まあ、いろんな人とね、まあ、裁判で俺はやり合ったことがあるんだけれどもその中でやっぱり一番ね、あのーまあ、リスクとしてありうるのが人の,その性的なこと例えば、まあ、その股間のサイズであったりとか性癖とかあとはまあどういうなんかそのプレイをしたかそれっていうのは本当にねどんなに自分が本当のことだったとしても勝ち目がなかったりとかね暴露した側はその勝ち目が なか,ったな,なかったりとかするから、だから僕自身としては、やっぱそういうところとか気をつけて、まあそのね、暴露とかね、しようと、まあ,あの昔から思ってるんだけれども、なのでね。 まあだから本当にゆりにゃとまんぎゅとよりひとくんがまあバ,チバチそのねなんか喧嘩するのは YouTube を見ててまあ面白いっちゃ面白いのかもしれないけれども本当にあの超えちゃいけない一線を超えてしまったら YouTube 上だけでこう楽しむだけではなくて実際に YouTube じゃないところでみんなお会いしてそこでまあお話し合いをしたりとか。 でそういうところまで行き着くかもしれないから、実際、だから、まあ、頼とくんもセーブしなければいけない。で、民儀もセーブしなければいけないっていうふうに。僕はやっぱりなんか思ってるね。まあ、それは視聴者からしたら、あの、面白い。ただ、頼とくん、民ね視聴者のラジコンに俺はなっちゃいけないと思うし、で、ゆりんや自身もね、あの、まあ、辛い思いを増してると思う。 まあでもユリニアの場合はね、まあやっぱりそれを跳ねのけて、どんどんこう前に進んでねいけるようなまあ人だから、僕自身としてやっぱりこうユリニアもミンギュもねこう第二の人生、まあそのたから見てやっぱ応援したいと思うけど、まあその今回の、まあ、件に関しては、はっきりもう頼人君,君とミンギュが悪いとしか、僕は言いようがありません。はい まあもしね、あのこの動画を見ていいと思った方は、高評価、そして、えー、チャンネル登録、よろしくお願いします。以上、水ズニアでした。どうも、えー、ありがとうございました。ご視聴、じゃね。